ガリレオ・ガリレーは、イタリア海軍の潜水艦、アルキメーデ級、1931年10月15日帰港、1934年3月19日浸水、同年10月16日浸港、スペイン内戦に参加、その後航海に配備される。1940年6月にイタリアは、第二次世界大戦参戦し、1940年6月に、 ガリレオ・ガリレーは他の潜水艦と共に真っ沢から出撃した。1940年6月16日、ノルウェーのタンカー、ジェームス・ストーブをアデン沖で雷撃し撃沈するも、動線を護衛していた英軍苦戦艇より爆雷攻撃を受け、蓄電池、排水ポンプ、補助機関を破損。電池破損と浸水により、艦内に塩素ガスが発生し、乗員の大半が、 体調不良に陥る。英軍苦戦艇を振り切った後、換気のために水上高校を供養される。6月18日、ユーゴスラビア戦、ドラバを停戦させる。6月19日、水上高校中、英軍のものと思われる航空機を発見。先行してやり過ごすが、前述した機器の故障や塩素ガスの問題は全く解決していなかったため、館内環境は悪化し続けた。 航空機が去った後、水上高校に戻るが、大した間を置かずに、英軍の武装トロール船、ムーンストーンを発見。やり過ごすために先行するも、発見され爆雷攻撃を受ける。再度の先行で、艦内環境が限界に達したため、やむを得ず浮上して、砲船を挑んだが、砲員、機銃員は、体調不良のため弾は全く命中しなかった。逆に、 ムーンストーンからの10センチメートル砲弾が環境を直撃し、艦長含め士官のほとんどが戦死した。指揮を取れる者がいなくなったため、上院の一人が環境上でシーツを振り回し、ムーンストーンに幸福の意を伝えた。駆逐艦カンダハーによってアデンに栄光される。イタリア側はコードブックが敵の手に渡ったものと判断して暗号を変更したが、実際に、 イギリス側が入手したのはコードブックではなく、作戦命令書であり、その情報をもとに、イタリア潜水艦、ルイージ・ガルバニを沈めた。1942年に、ガリレオ・ガリレイは、イギリス海軍の潜水艦、X2 となる。1946年1月1日に除籍後、解体処分された。ありがとうございます。